カミザールの首領、カバリエ、カミザールの乱とは、1702年から1705年に、フランス王国で起こったプロテスタントの反乱、セベンヌ戦争とも呼ばれる。フランス南部のセベンヌ山脈を本拠地として、反乱は、拡大、国王軍は、完全鎮圧に3年を要した。カミザールという名前は、プロテスタントの着ていたシャツに由来するという説があるが、後に、 鎮圧側が白カミザールという部隊を組織すると、大比から黒カミザールと呼ばれた。フランス王類14世は、プロテスタント弾圧を進め1685年に、フォンテーヌブローの直令を発布、プロテスタントの国外追放及びカトリックへの改修を促した。これに対し大勢のプロテスタントは国外へ亡命したが、改修せず、フランスに泊まる一派もいた。 彼らは山や洞窟に隠れて弾圧から逃れる一方、予言と称してバビロンの没落とエルサレムの復活を宣言、セベンヌを中心として荒野で民衆への説教を行い信者を増やしていった。セベンヌを含むラングドック総督を1685年から務めていたニコラドラモアニョンドバビルは、こうした事態に対処すべくプロテスタント弾圧を遂行し続け、 ガレー船に収容したり家計、鞭打ちなど容赦なく任務を遂行していった。1698年に説教者で民衆から慕われていたクロード・ブルソンが逮捕、処刑され、1700年にはプロテスタントの紙幣をカトリック制度前で唱えた子供たちが逮捕され、投獄されたり、ガレー船に送られると民衆の不満は高まり、預言者が増加して説教を続け、 総督側による弾圧が繰り返される悪循環に陥った。1702年、バビルの補佐役で残虐な弾圧を進めていたシェーラ神父に対して民衆の怒りが爆発。7月24日にシェーラの屋敷を包囲して捕らえた彼を殺害、急遽駆けつけたバビルと義系のラングドック方面軍、司令官ブロイ博、ビクトル・モーリス・ドブロイが実行犯を処刑すると、 プロテスタントたちは森に隠れて徹底抗戦する決意を固め、ピエール・ラボルトとジャン・カバリエを指導者にしてゲリラで対抗した。対するバビル・ブロイ博は反乱者の家を焼き払ったり、追跡しながら宮廷に援軍派遣を要請。当初は軽く見られ相手にされなかったが、1703年になると重大性を理解した宮廷から、モントゥルベル公妃キール。 国王軍がセベンヌへ派遣された。モントゥルベルは行く先々で虐殺と破壊を敢行。白カミザールという部隊を組織して、ラングドックを侵軍したが、一層プロテスタントの反発を変えゲリラに苦しめられた。反乱側も外国への支援を要請。スペイン継承戦争でフランスと交戦していたイングランド・オランダに支援を要請したが、援助が具体化することはなかった。 1> 翌千七百四年に、ビラールがモントゥルベルに代わり、セベンヌに不認、赴任、心境の自由を保障する和平交渉を呼びかけ反乱軍を分断する方針に出た。カバリエは、ビラールの和睦に乗り、ドランは、宮廷が、なんとの直霊復活を明言しない限り無効だと、拒絶したが、カバリエは、セベンヌを退去して宮廷へ向かい、プロテスタント側も、旧心派を除いて、妥協。 和睦に踏み切り、徹底抗戦しようとしたロランは、味方の裏切りで殺され、反乱は収束へ向かった。ヴィラールはこの手柄で、翌1705年に、ドイツのラインガー戦線へ戻り、ベリック港が交代して、ラングドックの抗戦派を正当、平定した。カバリエは連帯を連れて宮廷に向かったが、処遇に不満を覚え、イングランドへ亡命、スペイン戦線で、ヨグノー連帯を連れて、 アルマンサの戦いに、イングランド側としてベリック率いるフランススペイン軍と、交戦。戦後は、ジャージー島の総督に出世して1740年に、改装力を残して亡くなった。予言者たちは反乱鎮圧後、オランダ・イングランドへ亡命した。ボルテール、P145、P149、ミシュレ、P479、P484、カバリエ、P60、P75、 ボルテール P149P153 ミシュレ P484P502 カバリエ P81P87P121P122P129P130P274P292 ありがとうございます。